まあ、やめるっていうのはちょっと信じられないような、ね、はい、パフォーマンスですし、また誕生日の日にホームで玉川クラシコでそして点を取るっていうのはちょっとできすぎた話ですけどね。 FC 東京が前半4バックでね、思うようにこうルーカス・フェルナンデスからアラの中央が空いて左を使ったチャナティップラシュート、こぼれ球ルーカス・フェルナンデス、アラノの前、これはよく戻りました旗手。川崎の試合なんかもね含めてですね、やっぱり FC 東京は、まあ、その辺で幅を取って、そしてここ深さを作って、頭で折り返すチャナティップを落としたルーカス・フェルナンデス、まだありますチャナティップ、折り返す、下がりながら、あ、これはスルーになりました宮澤。前が触ると思ったんですかね、ここね深さ作ってこのセカンドボール拾ってですよね、チャナティップよくワンタッチでね、逆サイドの左利きでねボール奪う能力も高いです、フィード能力も高いですからね、もともとアリークロス、いいボールだ、アラノチョン・ソンリョン、これがありますコンサドーレ、一振りですからね、その通りですね、もう福森のところに入った時にですね、ブルマヤです、田中碧、ここなんですよね、前が奪って、さあアンデルソン・ロペス、アンデルソン・ロペス交代的中、先制コンサドーレ札幌、良い守備から良い攻撃、ついにネットを揺らしました。この守備ですよ、アラノがプレッシャーかけて森田のところに対して狛江ですかね、うまく取って、まあね、川崎が攻撃するんでかなり、ね、広く取ってますからセンターバックね、はい、そこの間使われましたね、オフサイドラインしっかり見ながらですねキーパーの位置確認して今は流し込んだと思いますね、しっかりね右手で谷口をブロックしながらですねキーパー見て遠い方のサイドにうまく流し込みましたね、まあ、最後右足左足のアウトサイドで、これもちょっと危ないシーンでアンデルソン・ロペス奪った、さあドーグラス・オリベイラが左そこを使う、ドーグラス・オリベイラからアラノだ、鮮やかカウンター結実、トドロキで0対2コンサドーレ札幌、いやーもう完璧な崩しですね、1点目同様ですね、プレッシャーかけて、そうですね、家永のバックパスですよね、はい、ちょっと田中碧とうまく合わなかったです、狙われてですね、まあ、オフサイドラインギリギリですから、もう完璧な3人の崩しですね、はい、まあ、ペトロビッチ監督が、ね、好むようなフィニッシュの仕方ですね、落ち着いてましたね、ここのところね、ドグラス・オリベイラですか、アラノに対して流して、上里、三笘からリターン、さあ上里、前向いた、宮代、宮代、菅野、足が出ました、菅野、三笘にね、時間とスペースありましたね、シュート三笘、これは菅野、ナイスストップ。そうですね、受け方、受けるポジションとかね、パスタッチも見事でしたけど、ちょっと外側にしか、上里、宮代、あ、こぼれた、シュートだ、菅野、よく防ぎましたね、菅野ね、ビッグセーブ連発です、まあ、宮代のちょっとしたね、トリッキーなプレーによって。ムミンで跳ね返して、さあ3対3、中央花道が空いた、アンデルソン・ロペス右に落として、ドーグラス・オリベイラ、チョン・ソン・リョン、こちらも意地を見せました、チョン・ソン・リョン、切り替え早いですね、はい、試合終了0対2コンサドーレミッション。
ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push NotificationsLike, subscribe, push notification.